皆さん、こんにちは。ただめり、税理士、えー、母材横断コース、即修講座のですね、えー、ウェブガイダンスの方を開始させていただきます、えー。担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。えー、本日はですね、2021年の合格目標を設定してございます、えー、今年度のね、まあ、税理士母ー横断に関するウェブガイダンスということで、まあ、お時間本当にコンパクトです。15分ちょっとぐらい。 えお時間いただきましてね、まあ、これから開講いたします「母材横断クラス」のなおかつ速修版ですね、えー、こちらについてのまあ講義のコンセプトなどをね、えー、少し皆さんにお話をさせていただくというのが本日のまあ題材というかテーマになりますでね、まあ、そもそもおこの母材横断の速修というクラスに関してなんですが、まあ、昨年まではですね、えー、この母材横断の基本のコース まあ、本当にメインなんだのはプレミアムコースっていう形になるんですけどもおこのプレミアムコースとは別にですね、えー、即就用の講義というものを別立てで、まあ、大阪の方でね、えー、ちょっと別の担当の先生でご収録いただいてたというような状況だったんですが、まあ、今年度からね、あのー、税理士の直前期へのつながりなどを考慮いたしましてですね、えー、私の方で収録を担当させていただいております基本となってくる母材織田のクラス。 まあ大体これがね、えー、早い方だったらもう本当に6月7月ぐらいからあもうちょっと前からもねやっていらっしゃる方いらっしゃるんですけどもお翌年の税理試験8月まで、えー、1年程度のスパンをかけて、まあ、ご学習いただくというのが私の方で、えー、ここ数年ずっと担当させていただいているプレミアムコース、まあ、基本となってくる菩提オダのコースなんですけど、まあ、この基本となってくる菩提オダのコースをねある程度コンパクトに収録をし直すというよりもお編集をし直すという形ですね。 編集をし直す形で、まあ、合格に必要な、ね、最低限度の部分をしっかりと皆さんに身につけていただくというコンパクトなあ講義に再編したものが。 今年度の即週クラスになります、まあ例年まではねその即終は即終で別台で取ってたというのを今お話ししたんですけども、まあ、どうしてもねこの後の直前期へのつながりとかっていうことを考えた場合に担当がコロコロ変わるというのはあんまりどうかなっていうところもあるんでまあ,あ直前期の講義自体私の方でずっと担当させていただいているというところもございますんでね、えー、今年度に関しましてはあ私が担当しております基本講座の再編集をしていただくことによって まあ今ご検討いただいている皆さん方ねこちらパンフレットなどもご覧いただいた方いらっしゃるかなと思うんですが、まあ、この「即終講座」の講義構成はパンフレットの方にも少し載っけてあるんですがちょっとコンセプト特徴点をお話し,したいのでよいしょ再度この「即終講座」のね講義構成パンフレットを使ってお話し,しますがまず一番最初に皆さん方にご聴講いただくのはこれです。 ね、インプット期、まあ当然税理士の簿記論財務諸評論という2つの科目を合格していただくためにはあ基本となってくる知識の習得を図っていただかないといけませんのでね、えー、そのお問題と、まあ、ご回答いただくにあたりましての基礎知識ですよね、えー、これを習得していただくことをコンセプトに授業自体を進めていく、まあ、これがインプット期まず一番最初に皆さん方に履修していただく講義内容になります。 でこの講義内容インプット機の講義内容としては、まあ、即習講座という前提のもと講義をね3時間の講義50回ありますね3時間の講義を50回やるよという前提で、まあ、再編集させていただいてるんですね。まあ、これちょっとまあ基本の講義との違いはどうだのというところもあると思うので、えー、少しよいしょパワーポイントなんかをね作らせていただいたんですがピッ切り替えてみましょうか。 あ母材横断速習クラスの講義に関して、まあ、最初はね、えー、こちら、まあ、講義の基本スタンス、まあ、近年の試験の傾向とお講義の基本スタンスをちょっと書いてみたんですけども、まあ、ここら辺後でちょっとお話しさせていただくとして2枚目ですねこれこんな感じなんです基本となってくる母材横断のプレミアムコースっていうのはこれインプットの講義がまず60回ありますこれが基礎講義なんですねでその後に直前の講義の方にお入りいただくと、まあ、大体税理試験の場合には直前講座っていうのは ゴールデンウィークを明けねもうゴールデンウィークが明けた最初の週から直前対策っていうのは動くっていうのは基本ですねえー、まあでもこれは学習を開始する時期によってだいぶ、えー、後になっちゃう方もいらっしゃるとは思うんですが、まあ、基本はそれぐらいから始まるのが直前対策なんですねで基本の講座っていうのは、まあ、こういう形での講義構成になってるんですけどもおこれから始まる即習クラスはねこのインプット授業のところをある程度端折ってですね50回に 再編しましまたというのも、まあ、このプレミアムコースの講義時代がね、えー、やはり前半部分っていうのかなあ1回目の授業から始まってねそうだな30回35回ぐらいまで本当にその前半でやっていく話っていうのが皆さん方の合格戦略上絶対必須の内容になるんですね。で、特にそういったあ受験対策上重要性が高い論点を、まあ、当然母材横断速習クラスでもそのまま生かしつつ。 ある程度保険論点が多くなるのが後半なので、まあ、そういった部分については教材はお渡しします。ね、教材はお渡ししますからあーまあご自分の学習上の余力などがあれば順次学習を進めていただきながらご質問等をいただくという形でクリアしていただこうというのが即講座のコンセプトになってますだから、あのー、これね別に「速修講座」だからって言って内容的に全部が全部薄くするっていうことはしてません。 あのー、これもいろいろ考えたんですけど去年までのその「速集講座」「速集専門のね、えー、収録をやってた」っていうのがあったんですがそれはね全く同じ教材を純粋に時間早めてて取ってたイメージなんですよ、ね、そういうイメージがわりかし強かったんですけどもちょっとそれではどうかなっていうのは僕の中にあって、まあ、そもそも税理試験でねこれ意外に思われる方もいらっしゃるかもしれないけど特に簿記論代表を合格するために必要な論点って何って言われた時に「純粋に」 税理士の勉強をやって初めて知ったとか初めて見ていただいた内容なんていうのはこういう論点はね本本当に基本的なものだけででできれればそれでいいんですよ言い方から言と変に応用度が高い形で問題出てきたらできななくったって何の問題もないこれ嘘じゃないんですよ。で意外に思われるかもしれないけど、まあ、例えばね受験生さんが非常に悩ま,悩まれる論点としてデリバリー部の話金融派生商品だねこういったものについての会計手続きだったりとかあ,あとはまあ そうだな日照簿記の32級勉強された方で言えば連結会計まあ近年日照簿記の2級なんか連結会計はすごいの出したりしてますけどねああいう部分にねやっぱりこう意識が向いちゃう方って多いんです。ね多いです多いですけど、まあ、それに意識を向けることがダメだって言ってるんじゃなくて順番があるんです物事には。で物事には順番があってねこれね日照簿記検定の勉強された時に3級2級で見たことある論点まあいっぱいあるよね。 でそんな32級で見たことある論点を税理士レベルにグッと掘り下げたような問題ってのは出てくる例えば有形固定資産の売却とか除却とか発数利息の授受を伴うような公社債売買とか、まあ、こんな日照募金2級でも進んでたでしょね出たと思うんだけどねああいう類の論点がすべからく100%完全に回答できる人ってね実は募金論財表はかなりの確率受かるんです受かるんですでもっと言っちゃうと募金論という科目について間違いなくわかります 級で見たことある論点そのまんま出ません出せよそれを税理士レベルまで引き上げた問題がちゃんと100%取れる人がいれば今僕が例に挙げたデリバティブだのですか連結会計のエグいやつだのこんなもんできなくったって受かります100%受かりますねで、100%受かるんだけども、まあ、どういうわけだかね税理士の受験生さんでわりかしまあ失敗してしまう方の典型例っていうのがそういう部分をね 何回問題やっても100の正当率を維持できないすなわちもう売却だの除却だのも結構複雑な問題当然ありますがそういう問題間違えた時に回答回数少し見てねああこれだああここ間違えたんだ終わっちゃってる。でその割にはですねデリバティブだ連結だっつってね複雑な問題出るのでそればっかり一生懸命考えるんですよ。うんうんうんって。でもねあのさっきも言いました通りもう皆さんもよく分かれたと何事につけてもね 基本がしっかり固まってない人が応用的なものを見たってそれは結局上辺の知識になるんです今の話じゃないけども固定資産の売却だって多数利息の授受を伴うこうした売買だってよ連結には確かに全然直接関係ないかもしれないけど今まで何遍もやってきた問題を相も変わらずですね正当率が7割8割しかありませんとねもっといや9割ぐらい止まってますとえそれを問題にしなきゃダメなんですよ。すそうでしょ 有形固定資産の売却なんてもう今でも税理士験ガンガン出ますよ。で減価償却の絡みなんかも当然絡んでくるけどもガンガン出ます。ガンガン出る毎年出るんです。毎年出るのか分かってんのになぜそれを百パーセントに近い正当率持っていく努力をせずにですか。出るか出ないか分かんないような連結会計とか一生懸命やんですか。デリバティブを一生懸命やんですか。ね別に僕は繰り返し言いますけど連結をやるなっつってんじゃないしデリバティブをやっちゃダメだって言ってんじゃないんです。順番があるでしょって話なんです。 ね、物事には順番があるんです。100%固定資産は出るんです。公社債売買に伴うう関連するような話でも出るんです100%出るのが分かってるものの正当率を限りなく100%に近づけるような努力をあまりせずにですよ。ねえー、難しい難しいって言われるような論点ばっかり引っ張られちゃう。ねだ大体そういう人ってねこういろんな人の話を今なんかいい意味でもある意味でもネットがありますから。 連結だデリバーだこうだああじゃって、まあ、そっちを一生懸命考えるのかもしれないけどもそっちに意識向けんはいいけどもじゃあね基本的な論点の問題演習やった時にどう今僕が言ったような正項目の正答率常に100%維持できてますか意外とできてない人多いですよ。でできてないことをさほど重要視せずにそっちの方ばっかり意識しちゃう。だから受かんないんです。ね 本当にもう329でやってる話ってねやっぱり基本的な論点でありかつ実務上においても必要な作業の土台を形成してるわけですよ。だってそうでしょ現金預金の話なんかだとそうじゃない。銀行の話なんか出てくるよね銀,銀行勘定調整に関する推定項目とかね一部スイッチ項目の推定を伴うような問題とかあるじゃないですか。あれ100%必ずできない人が連結だ連結だって言ってないとちゃんちゃらおかしいんですよ。 そういうい基本のところができなければ応用的なものばっかり見たって受かるわけないんですだって土台で出展してんだもんでなおかつ出題確率は相当そっちの方が高いんだものでそういう基本のところをねしっかり固めていけば税理試験で受かるんですで僕はもうその信念でやってるし現に今までの僕の受講生さんもそれでずっと受かってもらってるで毎年毎年の試験の結果も当然僕ら分析してますけども確実にそれで合格最低ライン まあ税理士試験というのはご承知の通りこれはあ競争試験ですから実質的に上位10%が受かる競争試験ですからそこに入ればいいんでそうするとその最低ボーダーライン超えてます全部間違いなく超えてます3,2,9で見たことある論点を税理士レベルまで引き上げたところこれがちゃんと取れてれば余裕のよっちゃんですよ本当にね合格最低ラインな超えてんですそっちやりゃいいのにねで何をしなきゃいけないか何が合格に必要なのかそれが分かってない ね、だからある程度的を絞ってしまってもそういったところを確実にこなしていけばね税理試験って絶絶対対受かるんんでですすよ絶対そうなんですだからあこれからやっていく母材オーダーの即習のコースっていうのは特にその基本の部分もう出題頻度が極めて高くなおかつですかなおかつですね意外と多くの人が取れないようになるのでそういったところを確実に点数を取っていただくということをコンセプトに講義を再編してあります。 だからこの母材横断速修コースで取り合わせていただく論点をしっかりまず確認していただいてねでしっかりまず確認していただいて自分の中でそれを紹介していただいてなおかつ直前期の講義などを皆さん方しっかりと受けていただいて実践的な問題の対応方法などを身につけていただければ間違いなく合格できます。ね、そういうふうに講座設定はしてあります。 ただまあこの即習講座に関してはやはりね、えー、学習期間が短くなっちゃう,もうそんなに長い時間取れないっていう方々がやはりご選択いただくことが多いので、まあ、そうするとねあのこの直前対策の講義なんかはあ取れないということでまあ基礎期の授業の部分だけっていう方も中にはいらっしゃるでそうなってくると直前対策の部分についてはご自分で対策を取っていただかなきゃいけなくなりますけどもまあこれは本当にどの時期にねご学習いただくかによって違うんですがあまず 基軸を形成する講座の部分については今申し上げたとにかく税理士の簿記論代表で毎年のように出題してくる論点これを確実に点数を取れるようにするための話というのを皆さん方にお伝えさせていただく形で講義を再編しておりますからまずはそこでしっかりと合格に必要な知識を身につけていただいてでその上でね、えー、本試験に向けての直前対策をご選択いただくとかあとは時間的に厳しい方はね過去問答を繰り返しておいていただいてそのまさに 速習、ね、の講座で扱った基本の論点をしっかりと点数をつなげられるようにしていくとか、まあ、そういった形でね勉強を進めていいただければ問題なよあとはねまあ,あ基本的な目標としては極力直前対策の講座やっぱ受けてはいただきたいんですけどもあの速、ー、習講座の方々はぜひお願いしたいのはねこれやっぱりですね あのー、まあ毎回毎回の授業の後の復習っていうのはどうしても必要になりますからあのこれだけは言っときます。僕はあ皆さん方にに効率的に学習していただけるようにに、まあ、コンパクトに講義の再編はさせていたたただだきましたただもうこれは皆さんよくお分かりだと思うんですけども会計科目っていうのは話は話で聞いていただかなきゃいけないですが話聞いただけで絶対問題解けるようにならないんで。 えー、講義を聞いていただいた後にその内容を自分の中でまあ、取り込むためのっていうのかな消化するためにはもう問題演習絶対必要です絶対必要ですもうこれは断言しますが問題演習量が少ない人は受かりません間違いないで、ね、問題の演習量が多ければ多いほど合格は近づきますこれはやっぱり自分で手を動かして回答を出すっていうのがあ会計科目の試験の特性ですから ねまあ、ざっくり言ってしまうと大体こんな形ねっていう形で個々の論点の理解ができてればそれでいいっていう資格もあるけども税理試験は違うんです完全な政党を計算できるところまでやんなきゃいけないんですから簿記ってそういうもんでしょ329だってそうじゃないですかだからまあどの試験がどうとは言わないけど世の中にはねこれこれこういう事案がありましたこれについてどう思いますか選択肢が4つあるねその中で最も妥当なものを選びましょうこうするべきああするべきとかっつって選ぶのあるよね そういう試験世の中ありますよそういういものは大体分かってりゃ解けるんです。ね、でそれが受験勉強なんですその資格に関しては。でも税理試験は100%違う、えー、そうではない大体じゃダメなんです。ですか絶対ダメなんです。計算過程を正確によってドンピシャ1円単位まで合わせられるところまで行って初めて正当なんです。ということは話を聞いただけでという問題なんか解けないです。絶対解けない。ということは確実な復習が必要。まあ、ざっくりした話ですけど 1>, 1回の講義が3時間です。ということは最低限次の講義を受けるまでに3時間の復習は必要です。まあ最低限度で言われれば僕そうなると思うけど、まあ、正直3時間ではだんだん厳しくなってくると思いますよ。1つの問題をやっただけで40分とかかかる場合がありますから。だからあの僕はね楽して合格できますよだから即死をどうぞっていうことを言うつもりは全くない。全くないむしろ 学習スパンが短いからそれを消化するためのご自分の努力をしていただく時間というのはある程度確保できるっていう状況を作っていただくっていう覚悟は必要だということはまず皆さん念頭に言っといてほしいんですだから僕はもう責任回避に聞こえるかもしれないけどあのできないことはできないって申し上げますんで僕の話だけ聞いてもらって受かります絶対ありません100%ありません大変申し訳ないけどもしそれができるって言ってる会計の先生がいたら嘘です断言します えー、自分の授業だけ受けてれば復習しなくったと受かります問題集やんなくったと受かりますもうそんなこと言う人がいればよ世の中いませんけども,もしそういう人がいるんだったらば絶対的にそれは嘘です間違いないです、えー、これは話を聞いていただいた上であとはどれだけやっていくかもうこれにつきます、えー、でね今の税理士試験ってのは間違いなく言えますけども計算逃げ切り方ですまあ皆さん方にご受験いただく税理士の募ロ論財表 財務諸論論という科目は計算がが半半分分で理論が半分ありますただ今の時代の試験は理論に力を入れるっていう話は整理しないまあ別に理論一生懸命やるのはいいんだけども理論逃げ切り方っていう人は今もう端的に言うと分かんないです。で別にね理論をメインでやるのは別にいいと思うけども理論に力を入れるっていう人は最低限。 計算問題50点満点ですがえこれどんなに悪くったって35点以上取れる人が初めて言う言葉ですで、僕は基本的に計算にメインを割いていただきたい皆さんに力割いていただきたいと思ってるんで僕の授業の過程でも何度も言います何度も言いますが僕のクラス母材オーダーのクラスの方々は基本的に財務諸表論の計算は常にえ50点満点のうちの40点以上が目標です で40点以上の得点を常に見据えて目標としてやっていただきたいということを言ってるし授業中にも何遍も言います。でそれはできます。<え>現にこの間の試験もそうでした。今年の税理士の試験なんていうのは計算少し難しかったという評価を割り返しされてますがでも僕の受講生さんね40点超えてます。全然問題なく超えていただいて受かっていただいている方いっぱいいます。 ねまあ、受かっていただいてるってまだ結果今,今んとこ出てないんですけどでも間違いなく受かってると思いますよ。で去年もそうでした。ね、できるんです代表っていうのはでそれこそ財務省論なんて出題される論点がある程度定型的になってる項目決まってるんですで問題の出し方も非常にイージーなものが多い今年の試験だってそうです。 まあ皆さん方は母材横断ということでよりレベルの高い簿記論の計算問題をクリアできるようにお話を聞いていただくからまあ簿記論の知識計算知識を前提する方々財の計算はね正直でレベル低いんです何が厄介かっつったらあとはその計算結果をルールに即して PLB 数に書くっていう書き方の話だけなんですだから僕は常に40点以上取ってくれと言ってます。 それははぜひ即週の方々にも意識はしていいたただきたいまあどうしても皆さんの場合学習期間が短くなるから40点とまでは言わないけどもやっぱりねそれにちょっと2点マイナスぐらい38ぐらいまでを目安としてそれを超えることを常に念頭に入れていただいて勉強していただきたいからざっくり言うと学習ウェイトは計算でで理論3ですと、まあ、にかく計算を集中的にやる。ねで まあ僕は本当にさっきね極端な表現かもしれないけど今ね僕は理論に力を入れるんだって中方中にはいらっしゃるんです。計算が嫌いだから理論をやるって人いるんだけどあのそういうね人はねやっぱ受かんないです今の試験。計算ができないから理論をやるっていうのはダメ。ましてやねちょっとこれも失礼な言い方かもしれないけどね当連とかやるでしょ当連とかやっていただいてよ。計算がね20点台の人が「僕は理論に力を入れます」。 それはね話として成立してないです現実的に成立してないちょっと本当に言葉としてきつくて申し訳ないんだけどこれはもう皆さんにそうなっていただきたくないから僕言いますけどね二十点台の人が計算に力入れらんないんでじゃあ理論にやりますおかしいですそれはおかしいです、えー、今の話じゃないけど僕のクラスの方々ってですか？計算で母材オーダーのクラスの人ね四十超えてますよ本試験ででそうするとよ まあ例えばですけど25点です26点ですといったらもうその段階で計算問題だけで15点以上再開いてるんですよ15点をひっくり返す理論の学習って多分無理ですよ今の理論ってあの決まりきった条文解けを丸暗記すればそれでいいって問題じゃないからね僕らの時代はそうだったんですよ僕らの時代は基本的に規定文丸暗記しとけばないしは通則的な表現を丸暗記しとけば必ずそれが出たんで もう言い方良くないかもしれないけど内容よく分かんなくったって暗記すればそれどうにかなったんです僕らの時代は。でも今のの財務省の理論違います純粋に考え方を聞いてきますってことは本当に深く内容の理解ができなければ全ての項目なんか対応できないで例年ですねここのところ財務省の理論って何を聞いてるのか分からない、まあ、要は予備校で答えが割れるような最初の段階では答え割れちゃうような問題って結構出てるんです。そそれをですよっっちに勝負かけるって 学習戦術上として妥当かどうかって考えていただければわかると思うんですけど、うん、おそらく難しいですよ。ね、でそもそも論ですけど計算がそんなにできないよって言ってる人が理論でそういうね発展的なないし自分の主張を述べるような文章が書けますか多分書けないです。書けないですだって理屈が分かんないから計算ができないんだから。でしょ言い方変わると個々の事案についての計算対策の話。 個別事案についての対策方法が自分の中で消化できてないから計算ができないんだから。ってことはそれをですよ理論の文章だったら書けますってそんなおかしな話ないでしょどう考えたってだから計算をメインでやるんですでです計算をメインでやっていただいてとにかく計算逃げ切り方それが今の試験の戦術ですからねだから皆さん方その点を僕は考慮して授業もやってますんで是非計算7理論3これぐらいのウェイトを意識して即手の方頑張っていただきたい。 ねまあ、あとはね順次授業を進める過程で疑問点分かんないところ出てくると思います、まあ、そういったところにはもう常にご質問ですよこんなこと聞いたら恥ずかしいかなとかこんなこと聞いたら怒られるかなとかああいうのはねないんで、あのー、勉強してる過程は分かんないから勉強してるんですから、ね、これから知識を得ようと思って講義を受けていただいてるんだからああ恥ずかしいも何もないね分かんないのは当たり前。 気になるのも当たり前、何にも疑問が出ない方のがおかしい。だから、そういったものはもう全然恥ずかしがることなんかないから、どんどん質問制度を活用して、もう一つでも自分の中に取り込もうとね。こういうスタンスで勉強を進めていただきたいなと思います。いいですか？まあ、あ本当にね。タイトルに行ったら頑張んなきゃいけないんである意味。僕は即死の方々っていうのは本当に大変だと思います。ね、そう、間違いないですよ。そりゃ。 あ結局のところ合格に達するためにある程度得なきゃいけない知識量ってのは同じなんでそれをかたや1年間かけてやる人がいればかたや半年間で終えようって話ですからそれはもう皆さんこれから相当忙しいです、ね、だそこの覚悟っていうのはもう皆さん多分持っていただいてると思うんですよ当然の話としてねで僕はだからその部分については心配はしてないけども、ね、でもやっぱりそこはね是非ご講義ね ご参加いただくにあたってはやはり知っといていただかなきゃいけないってことかなと思ったんでまあぜひねこういった観点をしっかり持ちながら何しても最後はハートですよ。ね、今お持ちになられてるよし税理資格取ってやろうという気持ちをねしっかりと持ち続けていただいてで一つ一つの論点をしっかりと潰していくことで実際本試験にね合格するだけの力というものを身につけられるようにしていただきたいな。 いいう,うに思いますはいということでねまあこれでももうちょっと伸びちゃったんですけどもまあ今日は Web1 ということでございますんで、えー、少し簡略化した形でのお話になりますがぜひね、えー、税理士の母材横断クラス前向きにご検討いただいてご講義ご参加いただければというふうに思いますしまあ税理士というものをね選択肢に挙げていただいた皆さん方のものを見る目っていうのはね僕は確かだと思いますよ。あのー、別に自分がこの商売やってるから言ってるわけじゃなくて税理士は遠目の間 を前提にした場合、まあ、世の中本当に何があるか分かんないけどね当面のスパンで物の考えた場合に相当将来性のある資格の一つですとといいうう分野に関して言うと間違いなく将来性あります、まあ世の中ではね IT が進展してどうたらこうたらとか AI が進むと税理士資業なんかいらないとかっていう人もいますけどねまあね人間のことを分かってない人はそうやって言うんです。で、ね、そもそもですよあーこんな言い方も良くないかもしれないけど個人事業主レベルですね。ね まあフリーランスで仕事してる方々まあそんなに収入もず抜けて多くないまあ圧倒的多数世の中そうですよ僕も含めてですけどね、えー。フリーランスで仕事やってて2億3億稼いでる人なんか世の中少ないですから圧倒的多数はやっぱり500万いけばいいところ今なんか300万200万って人もいっぱいいるでしょでもねそういう人たちって税理士の対象じゃないんですもともと税理士が仕事の対象をするのってそういう人じゃないですからで、そういう人たちは別にどん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  AI 進展したりなんだりすれば自分でやるようになりますよ そんなのは別に税理士の話じゃない税理士が対象とする仕事っていうのはそういう人たちに対するものじゃないんだからそれをねそういう人たちはどんどん自分でやるようになっちゃうから税理士の仕事なくなるよとかって言ってる人いるんだけどナンセンスですね。で中小企業の経営者、ね、経営者の立場になったことある人だったら分かります、えー、世の中圧倒的多数の人たちはやっぱりプロの助言を求めてます。最後はね背中をし欲して欲しいんですよ で、それは第三者客観的な立場で相談できる相手が欲しいんです人間が経営者である以上必ずこの仕事はなくなりませんですか間違いないです一部の本当に真の強い経営者の方々は自分の判断だけで進めることができる人もいますただそれは一部です,ですか間違いないです、えー、そういったものの進展によって税理士というものの業務がまあ今まで、ね、対象にした方々がなくなることはあると思いますよ 別にだってフリーランスの方々今言った話でそういう方々も今ご依頼いただいてますからでもそもそもそういった方々はメインのそうではないんです、ねえー、別のところなんです、ね、だから皆さん将来性っていうものを決して失われてないからぜひね頑張っていただければきっと報われる時代がやってくる僕はそう思ってます、ねえー、ですから皆さんぜひね前向きにご検討いただいて、ねえー、2021年の 税理士試験の合格をね勝ち取っていただければと思います、はい、以上もって本日のウェブガイダンスは終了になります皆さんお疲れ様でございました